解樹の儀式、そして新たなる呪い。私からの呪いで、元からあなたにかけられていた呪いを上書きしたわ。これであなたにかかっていた鈍感でヘタレの呪いはかき消される。そして私からの呪いは契約の呪、あなたを正式な私の使い魔として迎えましょう。以前のような単純な使い魔の契約ではない。もっと深く強い互いの魂を絆で結ぶ契約を。どう？私はあなたにこの契約の履行をここに望む。あなたからの返事は？ああ、目が覚めたよ。さすがの俺もここまでされたらわかるってもんだ。だから返事は？と聞いているのだけれど。お前はもっと簡単な言葉ではっきりと言えないのか？そうすりゃいくら俺だってもっと早く気づけたと思うんだけど。前に言ったでしょ、私はひねくれているのよ。というよりもあなた、さっさと私の質問に答えたらどう？俺がお前と同じでひねくれてるって前に誰かに言われたな。だから私をじらしているとでも？てか、俺がどう答えるかなんてお前は分かってるんじゃないのか？契約の同意を確認することは必要な事項よ。悪魔との契約だって一方的には結ばれないでしょ。答えてやる。俺からの返事は。